種になっています。あ、こっちから L、 これ分かりました。これはバッティングスタイルという分離型の機種で、はいはいはい、まあ、かなり市場で分離型って減って、国内のメーカーが減ってきてるんですが、これが一応うちのモデルとしては唯一 の、 このモニターと本体という2つの構成になっている、はいはい、ね、PC になっております。で、はい、まさにこんな感じで出てくるものですね。これは特別新しくなったりしてるんですか？新しくはなっていません。こちらはどちらかというとソフトが今回、まあ、みんな今回マイナーチェンジというかデザインは変わってないんですが、中のソフトとかそういったところで変化をしている。その辺は発表もされると。あ、もちろん商品型もソフトが変わりますので、OS とか、まあ、オフィスとか今回アップデートされてますから、そういうところでは変わるというなるほどなるほどなってます、はい。でバリュースター S, S です、はいはい、これは、まあ、今大体デスクのシェアのナンバーワン、はい、370と VS バリュースター S370 という機種になっております。はい、はい、まあ、機能としましては 21.5 の IPS の液晶を採用してますのと、正面のスピーカー、ここら辺にあるというサウンドバイヤマハというヤマハさんのスピーカーが内蔵してます、はいはい、でヤマハさんに音の、まあ、クオリティを認めていただいたということで、このサウンドバイヤマハ、まあ、ね、ヤマハ製品以外では唯一ついているという商品が、ヤマハ以外では、はい、唯一なんですね、はい、このロゴは本来ヤマハさんの、はいはい、本当にオリジナルの商標の中の広告なんで、で、あとテレビとしては BSCS 地上波のサンパシングルチューナーと、そっか、はい、シングルチューナーについてますね、普通に録画と視聴ができる、はい、まあ、ライトなお手頃価格なモデルになっています。あ、これ裏もついてるんだ、はい、これはそうですね、パッドで、まあ、操作すると、はい、タッチパネルがこのモデルないんで、はい、画面を操作するときの代わりとして、あ、なるほどね、はい、まあ、Windows 8の時からやらせていただいています。そうですね、はい、はい、シングルチューナーなんですね。これはこの2つはシングルチューナーになります。はい、はい、なるほど。でこちら同じ VS の570で、こちらタッチパネルのモデルになっています。ああ、はい、なるほど、はい、基本的には CPU とかそういう差分はありますけど、まあ、タッチかそうでないかというところでモデル分けさせていただいています。これサイズ同じものですよね。ですはい、ですよね。で本当にだからタッチパネルか、タッチパネルかノーマルのパネルかっていう感じですね。おお、あとの中の CPU も向こうはセレロンですが、こっちは CI5 だったりとかいう差分はありますと。なるほどなるほど、そうなんですね、はい、で N、でこちらがバリュースター N になります、はいはいはい、こちらの770 と、こちら970という2機種ありまして、はい、770の方は、3波のダブルチューナーの23ワイドの IPS 液晶、はい、で、まあ、これの特筆するところはいくつかあって、フォトフレームライクなんですが、垂直立ちをしてこうやってスイベルもするモデルになってるんですよね。スイベル、はい、する画面がこういうふうにこの台の下にあるわけですね、はい、ターンテーブルがそこがくるくる回ると。あ、フォトフレームだとああいう形になってしまうので、そうですね、回らないよと、まあ、中途しても回らなかったり、はい、まだ垂直にならないんで、なるほど、そこが今回このフォトフレームライクながらできるという形にしています。でこの機種についても、さっきほどと言うヤマハの 2way のスピーカー、磁性流体を使った 2way のスピーカーを使ってますので、音はあちらより当然格段にいい形になっています。あちらっつうのは、あこちらの VS ですね。あこっちね、はい、こっちもヤマハついてますよね。ついてますけど、やっぱりランクがあるとすると、こっちの方が上のその磁性流体ってやつと、そうですね、2way の磁性流体スピーカーっていう、はい、要するにこれです、ね、ハーブとサテライト部っていうフルレンジ部のこの穴2つあるところに 2way 構造を実現化してますので、あ、まあ、下よりもやっぱり歪みの少ない音、あそうなんですか、はい、そういうのを実現できる。こっちは普通の2チャンネルスピーカーで、ヤマハ製のもの、分かんないな、ちょっと細かすぎて分かんないな、見えないな、はい、うん、やっぱりそう再生できる体温とかがこっちの方が全然広い。あそうなんですね。で、まあ、夏モデルからになりますけど、ポイントとしてはソフトで、まあ、DS ソフトウェアで DSP の機能を実現した、はい、まあ、オーディオエンジンというヤマハ製の、APU を搭載しています。これを搭載しますと、やはりその音の広がり、要するに例えば映像を見ているときにサラウンド感を出したいとか、はい、もっと音声を明確にしたいといったチューニングがそれぞれでされていますので、まあ、それぞれの映像に合った音声を楽しむことができるということになっています。これはヤマハさんが、まあ、今 PC 向けではうちだけにしかやっていない、まあ、本当にうちだけの向けに Windows 向けやってくれたという機能ですので、今のところは他社どこにもありません。あ、多分今後
思わないかもしれない。ああ、そうなんだ。なかなか独自色があるんですね。でこちらがの970で、これもタッチパネルなどと、はい、これはサンパの4チューナー、 4チューナー、録画4同時録画、4番組同時録画と、あ、正確に言うと5チューナー積んでます。視聴専用が1チューナー、はい、録画兼用が4チューナーですので、はい、計5チューナー積んでるタッチパネルの、まあ、うちのフラグシップハイエンドのモデルになります。液晶サイズはこれと同じ23インチなんですけど、はい、あのまあこちらタッチパネルだったり、その4チューナーだったり、あのテレビが普通にもう数秒で起動できるパッドミというものを搭載していますので、はい、あのこれ Windows では動いてません、うん、あのもう、はい、あ、なるほど。テレビと同じでこのボタンかリモコンを押せばパッドテレビが起動できるという、もうテレビ見る分には普通のテレビの感覚でもうすぐ見れるわけですね。いけるということです、はい、別に Windows を起動しなくても。そうです。なるほど、なるほど、はい、そういったモードを搭載しています。はい、はい、こうするともうテレビに行きます。なるほど、なるほど、はい、あのこれはもう電源が落ちてても同じことが起きる、普通に起きます、はい、テレビと同じに起きますんで。ほー、はい、これ色が黒、白、赤ってありますけど、はいはい、これは3色選べるんですか。970は黒だけですけど、はい、770は黒、白、赤の3色です。あ、そうですね。であのタッチパネルのモデルだけ黒しかないんですが、はい、ね、まあ、37も黒、白、赤3色あります。分離はあの1色になります。そうですね、はい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。あとあこれ